こんにちは、ミッチーと元保護猫でうちの可愛い飼い猫のさつきです。どうした？どうした？今回ですね、東京のね、日野市というところにね、ちょっと紫陽花鑑賞に行ってみたいなと思ってですね、高畑不動尊というね、通称で知られている、金剛寺というね、お寺に、山紫陽花をはじめとした紫陽花鑑賞にできたんですけども、まあ、そんな様子をねお伝えしたいなと思っています。このね、高畑不動尊なんですけれども新選組のね副長の土方歳三のね菩提寺ということでね、土方歳三のね像もあったりとかして、まあね、この紫陽花の美しいね、この梅雨の風情を楽しみつつ、歴史にもねちょっと思いを馳せて、で存分にね楽しんできたんですけれどもそれからね、新宿の方に行ってですね、文化学院服飾博物館というねところがあるんですけれども、そちらでね、高田健三のね回顧展がやっていたので、そちらを見て、さまざまな高田健三のねフランスで活躍した、様子なんかをねはじめとしたさまざまなね、素晴らしい服を存分に楽しんでから、ノルウェーの森というね村上春樹の小説があるんですけども、それにねたびたび出てくるジャズカフェ&バーのジャグというところに行って、まあ、ウォーカープニングを飲んでね涼んだりとか、まあね、新宿も満喫してきたんですけども、このね、なんで僕がウォーカープニングを、ここにね行くとよく飲むんですけれども、このねノルウェーの森で主人公のね渡辺と、あと緑というね広い一人が出てくるんですけども、がよく、このジャグでねウォーカープニングを飲んでいる描かれているので、まあ、僕もねラグビーとよくボカルに飲むんですけれども、ジャズを聴きながら素晴らしいね現代の雰囲気を楽しんでゆっくりと過ごして、でね、六本木の方にちょっと場所を移して、都市鎧塚でね茨城のねブランドメロンの茨城キングのね使ったパフェを食べて涼んで、こちらでの、それからね、富士フィルムスクエアのたつき義弘というね写真家の人 の、 京都のね東寺というお寺がありますけれども、まあ、そちらのね仏像をはじめとしたね写真展がやっていたので、まあ、それを見て、それからね北井和夫というね写真家の、この人はですね、全国のね村の写真をねいろいろとこう撮っているんですけども、そのね、村や農村のね風景や、そこに生きる人々のね写真を眺めて、まあね、自然も楽しんで、芸術も楽しんで、お酒も楽しんで、スイーツも楽しんで、めちゃくちゃ、充実してきたので、ぜひ最後までご覧いただければなと思います。それではどうぞ。はい、では早速高畑不動尊の通称で知られる金剛寺に到着です。京葉線や多摩都市モノレールの高畑不動駅から歩いて約5分、関東三大不動の一つでもあり、境内は約4000坪、隣接する山林を合わせると3万坪もの広大な敷地の中には、紫陽花の名所として以外にも迫力のある五重の塔があったり、新選組の副長だった土方歳三の菩提寺でもあることから、土方歳三の像もあったりと、さまざまな見応えのあるお寺です。弁天池の島に立つ赤塗りの弁天堂、こちらから眺めるお庭もとても素敵。
高さ45メートルの平安初期の様式を模した美しい五重塔です。紫陽花祭りが開かれる時期の境内には約200種類7500株もの紫陽花が梅雨ならではの彩りを与えていて、とても素晴らしい風情です。五重塔と紫陽花の共演、僕の中ではこの共演が一番素晴らしいと思います。水たまりに映る紫陽花もとても美しいです。この太子堂とこの後に出る青天堂、どちらも230年ぶりに再建された建物です。お花井戸、その名前の由来は1335年夜の大風で不動堂が倒れた時に不動尊像が落ちて花をついたところと伝えられているから名付けられたそうです。山紫陽花の鑑賞道、こちらでは品種の名前も書かれているのでお気に入りの紫陽花の名前を覚えることもできます。こちらでは山内88カ所巡りも楽しめるのですが、その道中にも山紫陽花がたくさん咲いていて、標高も130メートルほどを登り山道になっていて、1時間ほどあれば回ることができるハイキング感覚で巡礼や紫陽花を楽しむことができます。
この日はござれ市というガラクタ市も開かれていて、多くの人が訪れていました。続いては新宿駅から約10分ほどのところにある文化学園服飾博物館で開かれた高田健三の回顧展に行ってきました。色彩の魔術師と称され世界中に衝撃と影響を与えた着物からインスピレーションを得たルック、アンクチュール、花柄やカラフルな色彩を用いたニットなど過去の服飾作品が100体一度に楽しめるとても素晴らしい回顧展でした。新宿三丁目にあるジャズカフェ&バーラグ、ジャズ写真家中平穂積さんがオーナーで、村上春樹の小説ノルウェーの森でも幾度となく登場したことでも有名なお店です。ノルウェーの森の作中で主人公の渡辺と緑が何度も飲んでいたウォッカトニックを飲んでジャズの音色とともに楽しみました。六本木に場所を移して富士フィルムスクエアで写真家辰木義弘や北井和夫の写真展を見てきました。大好きなパティスリー都市鎧塚ミッドタウンで茨城のブランドメロン茨キングを使ったパフェを食べて涼みました。いやめっちゃ美味しかったですね。六本木にあるとても雰囲気のいいレトロな喫茶店レイノでネルドリップで入れられたブラジルコーヒーを飲んでまったり。西麻布にあるミシュラン一つ星を獲得したそばの名店田島で美味しいそばランチ。最後は銀座に場所を移して銀座6内の銀座蔦屋書店で開かれた森山大道の写真展を見て素晴らしい一日を過ごすことができました。というわけで、今回のね、この東京の日野市にある高畑不動尊のね、アジサイと、それからね、新宿でさまざまなこう芸術を楽しんできた様子といっても、まあね、館内撮影禁止なのでね、ただ行きましたよってぐらいのことしか本当にね、ご紹介できてないんですけれども、それからね、まあこのね、村上春樹のね、小説の上の部分のね、舞台となった、ジャズカフェ&バーのね、ラグで。ウォッカトニックを、ね、飲みながらちょっとね店内の様子もご紹介できたかと思いますけれども、でね、都市鎧塚でもね美味しい絶品のパフェを食べたりして楽しんできた様子、いかがでしたでしょうか。まあね、ぶっちゃけ本当に高畑不動尊のね、映像以外はねそんなにじっくりとご紹介できるようなものではなかったんですけれども、まあ存分に、東京をね、満喫してきまして本当にね、優雅で素晴らしい旅になりました。まあね、こんな感じで僕は、全国本当に様々なところを巡っているんですけれども、僕ねブログもやっていまして、ミッチーの王子と呼ばないでというタイトルでやってるんですけれども、こちらでもね、YouTube でご紹介したところももちろんですが、ブログならではのことも書いていますので、
ぜひね、こちらも合わせてご覧になっていただいて、旅の参考にしていただければなと思います。それでは、最後ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録のボタンをポチッと押していただけますと、とてもテンションが上がりますので、ぜひよろしくお願いします。まあね、本当に僕はね、全国本当にさまざまなところ行くんですけれども、まあ、こういうね、花も、男ですけども、とても好きで、こういう花の名所も行きますし、まあ、祭りとかね、例えば酒蔵とかワイナリーとか、本当にね、観光名所とか、もうあらゆるところをね、全国旅して回っていますので、ぜひね、他の動画もね、ご覧になっていただいて、旅行に行った気分を味わっていただいたり、旅のね、参考にしていただけたら嬉しく思いますので、ぜひ応援のほどよろしくお願いします。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ他の動画もご覧ください。じゃあバイ。